今日も To Be Winner ということでよろしくお願いします。今日はですね、ストリングインプレッションなんですけども、ちょっと趣向を変えてですね、今回は2020年に発売されました細ゲージ。実はですね、2020年にですね、ヨネックスさんの主力商品であるポリツアープロと、イルキシロンさんの主力商品である、アルパワーの方からですね、似たような時期にですね、115っていうゲージ、1.15 ミリっていう細ゲージが発売されたんですね。どちらにもなかった細さのゲージで、今回新発売ということになったわけですけども、僕の中でね、っていうか結構巷でも注目を浴びて、割と大手のストリングメーカーさんだと思うんですけども、この2つが、お互いの主力であるストリングに対して細ゲージを展開してきたというところですね。これ結構話題になって、やっぱり一般ユーザー、ちょっとプロの方でね、細ゲージ使ってますっていう方、僕もあんまり見たことないんですけど、やっぱり消えちゃうと思うんでね、プロとか、結構ね、強度が高い人たちの使用にはやっぱりちょっと耐えられないのが、細ゲージの宿命というべきかですね。やっぱり消耗は激しいというところがありますので、ですが、ポリストリングを使ってて、一般ユーザーには今結構この細ゲージっていうのがやっぱり浸透してきてるというか、評判が上がってきてるというか、そういうところを大手も見逃せなくなってきたんかなっていうふうに僕なんかは感じてるんですけどもね。で、こぞってせっかく発売されたということで、この2つ、比較しつつ、やっぱりそのアルパワーの一般的なゲージ 1.25 とか、ポリツアープロの 1.25 とか、その辺を、の比較も踏まえつつ、アルパワーとポリツアーで、細ゲージになって、この2つの細ゲージどうなのっていうところも比較してちょっと話していきたいなと思います。で、それぞれのね、アルパワー115、ポリツアー115、この辺についてはちょっとテロップの方で出してるんで、せっかくトークの方はね、僕が感じたこの2つの違い、あと、ポリツアーと、ポリツアープロとアルパワーの一般的なゲージ125とはここが違うなーなんて感じたところをちょろちょろっと話していけるといいかななんて思うんですけども、ですね、ポリツアープロの 1.15 とアルパワーの 1.15 と、これはもう、細ゲージっていうところを狙ってきたところは同じなんですけど、当たり前だけど全然違いましたね。それは当たり前ですよ。もうそもそもストリングの性質そのものが違いますから。僕の中でね、ポリツアープロって、とにかく柔らかくって、ストリングが捉えてくれてコントロールしやすいっていうイメージがあって、すごく取り扱いがしやすいストリングで、アルパワーってどっちかっていうとちょい固めで、スピード感のあるボールが出せるっていう感触、その2つに関しては、ポリツアー 1.15 になったから急に何かが変わったとか、アルパワー 1.15 になったから今までのアルパワーとは全然違うとか、そういうことは当然なくてですね、そのアルパワーとポリツアーそれぞれの良さを持ちつつ、やっぱりね、一般的に細ゲージにするとこうなるよねっていうところが、付加価値として追加されてるなっていう感じはすごく感じました。それぞれちょっと説明していきたいなと思うんですけど、例えばポリツアープロでいくと、ポリツアープロは、もうちょっと柔らかくなったかなって感じがしましたね。ポリツアープロに関してはですね、1.25 と 1.15 で打球感それほど違うかって言ったら、それほど変わらないんだと思うんですよね、僕の中では。1.25 の時でも十分に柔らかいストリングだったし、コントロール感はしやすい。だけど、1.15 にすることによって、さらに微妙に柔らかくなってるし、さらに微妙にボールは捉えやすくなってるし、さらに微妙にスピンがかけやすくなってきた。ポリツアープロの 1.25 から 1.20 っていうあのゲージを使うっていう上では、ポリツアープロを使いつつ本当にそこの微妙な調整をしたいっていう人が 1.15 挑戦してみるとむちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。本当にね、その微妙な違いのところが
クリーンヒットしてくるっていうことはあるなって思いましたね。まあ、ポリツァープロに関しては非常にね、まあ、ポリツァープロ自体がね、いろんな人に人気があるストリングですし、だからこそやっぱりポリツァープロを使いたい。でも 1.25 よりももうちょっと柔らかくボールをこう捉えてほしいなって思った時、選択肢として出てくるっていう意味では非常に幅広い部分をマークできるように、ポリツァープロでマークできるようにヨネックスさん狙ってきたなっていうふうにはすごく感じました。で、アルパワー 1.15 も、まあ、もちろんそういうところはあると思うんですよね。普段アルパワー 1.25 を使ってます。でももうちょっとボールを捉えたいです。ボールに対してちょっと打球感柔らかくしたいですとかっていう感じの時に、まあ、1.15 っていうその選択肢としてアルパワールキシマさんが出してきたかなと思うんですけど、アルパワー 1.15 に関しては 1.25 よりも微妙にっていうよりは結構打球感柔らかくなったなって感じました。僕はアルパワーに関してはそこの微妙なコントロールというよりはもっと柔らかいストリングにしたいな。でもアルパワーの持ち味、スピード感っていうのは、コントロールのしやすさっていうのは維持してほしいなって思った時に、まあ、1.15 っていう選択肢を取ることによって、あ、こんなに柔らかくできるんだアルパワーってってびっくりするんじゃないかなって思うくらいのストリングだったと思いますね。ポリツァープロはそこの微妙な調整に使える、アルパワーに関しては結構変わってるっていう感じの印象が僕は強かったですね。まあ、ポリツァー 1.15 とアルパワー 1.15 を比べると、まあ、単純にポリツァー 1.15 の方が柔らかくってコントロールがしやすい、で軌道も上げやすくって、なんかこうスピンがかけられてるなっていう感触が強い。アルパワー 1.15 の方がスピード感はすごくいいボールが打てていて、ポリツァープロよりもちょっと軌道は低めだけど、アルパワー 1.25 ではそこまで引っ掛けられなかった僕が、アルパワー 1.15 ではかなりちょっとボールに対して引っ掛かりを作ることができたので、まあ、角型ストリングじゃなくても細ゲージにすることによってこう回転がかけやすくなるみたいのを同じアルパワーで感じさせてくれたっていうのはすごく感動した部分でしたね。だ、ちょっとアルパワーの方が僕は正直スイング強度ちょっと強めに振った方が持ち味を引き出せると思うんですけども、そのアルパワー 1.15 に関してはそのスイング強度結構強めに振った時のスピン応答性っていうんですかね、スイング強度を強くしたらしただけスピンの量がどんどん増えていくっていう感じがアルパワー 1.15 では感じられた。アルパワーだとね、僕ねあんまりスピンをグリグリグリってできるタイプではないなと思ってたんですよね。まあそれは僕がスピン のかけ方がね、どっちかっていうとちょりちょりスピンであって、グリグリスピン、ボールを潰してグリグリスピンをかけていくっていうタイプではないっていうところもあるんですけども、アルパワー 1.15 なら割とちょりちょりスピン的な僕のスピンのかけ方にも結構対応してくれて、まあ、僕がスイング強度強く、スイングスピード速くすればするほどしっかりスピードも乗ってくるし、スピン量も増えていくっていう感触があった。そういう意味ではこの細ゲージにすることによってアルパワーになんかちょっと性質が足された感がすごくあるストリングだったなと思いましたね。まあ、すごくねやっぱりね 1.15 細ゲージなんで打球感も柔らかくなってるんで、体への負担もちょっと小さくなってると思うし、だそういう意味ではちょっと標準的な 1.25 よりも扱いやすくなったんじゃないかなと僕なんか思うんですけどね。結構細ゲージのアルパワーポリツァープロおすすめできると思います。てな感じでね、詳しくはブログの方にも書いておりますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。これからもいろいろ試していきますんで、ではまた。